第1話、過去の名作が令和の作画で復活。待望作見るか。作画がヌルヌルしてる。ワッチの声がする。旧作とキャスト同じなのマジで嬉しい。思ってたよりのどかなアニメだ。やれー、令和になって性別も名前もちゃんと本人で登場。あ、やれーは原作通りになったんだ。さらばクロエ。監禁されとる、存在に野蛮だ。獣耳だ。ワッチ、原産。コシミズさん狼の真似がうますぎる。かわいい。ホロちゃん見えそうで見えないのである。エロキック。宝来ワンコっちゃない。お前一週間出られないはずじゃ。ただの祭りの口実に過ぎないんだ。言い過ぎたボイスだ。ベッドから顔出すのかわいすぎやろ。ホロいいなぁ。萌え袖いいねぇ。ロレンスさんの一丁裏かわいい。ほんといい作品だな。懐かしさが込み上げてくる。改めて見るとホロって属性モリモリだな。こんだけ尺の取り方とか丁寧さで贅沢できるの名作リメイクで信頼があるゆえだなぁ。1話はほんとどのシーンも美しくて泣ける。